9月30日金曜日でございます。花金いかがお過ごしでしょうか。井上までございます。ノーミルク佐藤です。休み時間ラジオで今日もたくさんニュースがね届いてますんで、ちょっとね行きましょう。早速ね、はい、いろいろありますけども、やっぱこれでしょう。まあね、ゲオが CD 買取を終了したということで、ね、マジ？ネットが普及したからね。まあそうか、そうでございます。時代ですね。時代ですよね。だそうだな。骨粗鬆症のね検診方法が見直しされるという厚生労働省で発表したということで、突っ込んでくださいよ。何の話？突っ込むんだ。取り直しだよこれ。突っ込むよ。取り直しだよこれ。お願いしますということでね、サッカーニュースを教えてくださいよ。サッカーニュースね。やっぱでもこれじゃないですか。はい、ワールドカップ。はい。日本代表の最終メンバー発表が、うんうん、11月1日に決まりました。決まったんですか。11月1日まで発表しないの？ない。遅くないってこと？ドイツ戦は何日？11月の23です。結構先なんですね。じゃあ最終決定は1ヶ月丸々あるんだまだね。え、はあはあ、で俺なんか遅いの10月じゃないのって思ったんですけど、もう何来週ぐらいに出るのかと思ってました。いやそれは早いな。ドイツ戦が10だって11月23です。ああそうかそうか。そうワールドカップってまだまだなんだね。うん、なんか来週ぐらいの気持ちでいました。いやいやリーグ戦はないから。あのなんか日本なんでそんな遅いんだろうと思ったら、うん、他の国もっと遅かったですね。11月4とか5とかだったので。ああそうなのね。カナダ戦っていうのはその後にやるでしょ。カナダ戦は17ですね。ああそうか。そうそう。へえ。まあっていうかなんでかって言われたら、うんうんあの、その11月のその17にカナダ戦とかありますけど、うんうん、そもそも、あの、どう入りできるの？なるほど。が、11月の7とかなんですね、うん、最短。なるほど。うん。あの、5日まで J1 やってるんで。例年よりも各国時間、準備時間が取れないワールドカップっていうことになるってね。そうなんですよ、ね。おっしゃってましたね、この間。うん、コラボさせていただいた。そうですね、西部さんね。ましたね。ちなみに日本代表全員が合流するのは、確か11月の15のはずなんです。おえぇ。あの、13とか14までヨーロッパの普通の試合日程が入ってるんで。そうか。パパッとじゃシンプルにまとめ上げなきゃいけないってことですね。そうなんです。しっかり出し取った、なんかコクの効いたっていうよりは、シンプルな、ねえ。そう。味噌ベースとか、ね平打ち麺とかも決めて、そうなんですね。みんなで分かりやすくしないといけないもんね。複雑なことをちょっとやれない、ね、大会なんですよね。奥でカツオが効いてますよみたいな、だから難しいことですね。難しいですね。コトコト煮込めないわけだからね。煮込めないですからね。スープ煮込む時間が大事だって言いますから、ね、その時間がないですから、ね、分かりやすい味わいで、うん。なるほどね。ポップなワールドカップになるかもわからないですね。てなるとドイツが有利って言いますよ。だって先生、バイエルンの方。はね、だってバイエルンで練習してるわけでしょ、うん、前線ほぼバイエルンなんでしょ。いやだからね、まあさ、ええ、大問題があるんですよこれ。何枚報じられてないことがあるんですけど、そういうの禁止にする法律を立案しましょうよもう。いやいやいや、ね、まあさ、うん、俺ねバイエルン組大変だなと思ってんすよ。なんでどうしたの。だってね、うん、立案の件は嘘だからね、突っ込まないわけ、ね、そんなのできるわけないんだから、はいはい、その11月の12、13っていう週末、うんうん、だからこのねあの週末から考えたらだって5、6週間後になりますけど、その間にチャンピオンズリーグとかの予選もグループステージも全部終わらせなきゃいけない。ああ、はいはいはい、うん、やばくない。日程的にバ、うん、イエルンの人は疲れてくるかもしれない。大過酷です。疲れてる上に移動も一緒。顔合わせりゃいつもこいつ。ね、うん、ワールドカップに来た気分変えたら、またこいつイライラするわ。ちょ、な、そな、襟足な、なんでそんな髪型にしたのとかね。お笑いコンビのやつですよ。これ何でも腹立つやつ。ちょ、肘をさ、お前はなんでいつもさ、高速トレインに乗るときに俺にどこにぶつけてくるわけみたいな。ね、出せパスこないだもお前みたいな。気分転換しにくいってことですね、ドイツは。そういうことよ。で、顔合わせで監督も前の監督じゃねえかよと。ねえ。何でしたっけ？あの人で今名前言ってくれなくなってる。ね、ウィリックスさんだ、ね、はい。そういうことか。そうなのよね。そこにかけたいね。なるほどね。だからやっぱり、強国はその CL、EL、ECL に出てる可能性がとても高いので、強国のね、選手たちは。一定面での不安がある。そうですね。
で、なんかね、あの、ちょうどこれ収録して29日に、一個ヨーロッパであの、データが一個レポートがまとまって出てきたのがあるんですけど、あの、やっぱ特に21、22シーズン、ヨーロッパのシーズンで言ったら、で、やっぱその前に比べてもよりこう過密度がこう増してるっていうのがあるみたいだったんですけど、やっぱね、以前に比べて、怪我の確率が 20% 超増えたそうです。はい。怪我で選手が離脱する確率っていうんですか。だからもしかすると残り1ヶ月半あるけど、その間で出られなくなる選手とか、ちょっと強度落ちちゃう選手ってのは出てくると思うんですよね。まあ日本もそうじゃそうだけどさ。まあバイエルの方があるかもな。うん、ね。あんまりそれに期待するのもあれですけど、期待しちゃいますね、これはね。ちょっとね。勝ちたいですから、我々は。そうなの。ジェナンと同様にスペインもそうですもんね。そうですね。バイエル、じゃバルセロナ組とかね。あ、大事だな、コスタリカ戦って言いますからね、これ。そこは勝たなきゃいけないですからね。コスタリカの面々の日程面ってどうなんですかね。コスタリカもだって結構ヨーロッパクラブの人多いわけですね。そうなんですよね。だからまあ結果そんなに、ね、みんな、まあヨーロッパの方が過密ではあると思うけど、まあ、ね、各国よりはね。まあかなと思いますよね。そうですね。ちょっとごめんけど、ナーゲルスマン君つって、ちょっとテンオーバーしてもらっていいって。ごめんね、ハンジフリックだけども。うん、前の方も知ってる知ってるよね。引き継ぎの時教えたもんね、下駄箱の抜け方とかね。あそこシール貼り替えていいって言ったもんね、俺下駄箱のとこ。ハンジフリックの剥がして、ごめん、シールのあの、糊は残っちゃったけど、ね、ナーゲルスマンにしたじゃない？かわいいな。ああいうとこもあるからさ。で、椅子もあげたじゃん、僕が座ってたやつね。結構高かったんだよ、あれね。だから、ごめんなさい、地の座布団忘れちゃったら、あれ、後で送ってくれる？ごめん、その話はいいとして、で、あのカップちょっと新鮮な状態でね、送ってもらいたい。だよねーみたいな。そうだよ、そうだよ。で、一方投げる、まあ若いから、いや、知らないです。そういうの僕関係ないです。こっちも、こっちも、そう、わかんないです。すいません。あの、椅子とかあるんですよ。感謝してます。シールも貼らしてもらってるんですけど、それは関係ないです。自分関係ないです。そう言わずにさ、ナーゲルスマンコーンってなってるかも、ね、なるなぁ、ね。アンジフリックさんが地だかどうかっていうのは私の想像なんで、全然それはもうごめんなさいね。謝ってください。フィクションですよ。訂正してるなぁ。そうですよ。どこから来られるかわかんないですからね。まあね、まあ、ナーゲルスマンさんはね、ちょっとバイエルンが今ちょっと勝ててないっていうのもあったりするんで、今のね、本当それこそワールドカップの前にそれこそね、選手みんな含めてこう調子を取り戻してあげないといけないっていうのもあるでしょうから。うん、ワールドカップに向けての調整みたいのは、そんな知ったこっちゃないですもんね、言うたらね、自分の身が。まあね。逆に余裕があれば、協力できる。まあドイツ協会からもやんわりね、お手紙届くでしょうし、うん、すいません、ビール券を8枚入れときましたのでね、ご忖度くださいみたいな。ね、ああ、なるほど、わかりましたっていうので。これでね、いろいろ買いましょうかってなりますけど、そうだね。それどころじゃないと。うん。うん。っていうところでしょ。自分だってここに残らなきゃいけないし、自分の理想の戦術だってここで成功させたわけでしょ。そうなんだよ。うん、あ、今大事な時期だから。そうだよ。なるほどね。ねえ。はあはあ、まあ、あとそんなバイエルンといえばよ、まあ、そんなさ、サガン鳥栖の福井太一くん。はい。福井太一選手ですね。ね、バイエルンに行くんでしょ。うん、決まりました。完全移籍決定ということで。まあ、1月からということになりますけども、うん、ちょっと移籍金も発生して、どうやら5、6000万ぐらい。うん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 、今、一応まだ高校3年生ですから。素晴らしい。すごいね。将来明るいですね。うん。いただきたいな。しかも、こう、今までの、例えば、こう、浅野選手、宮市選手、宇佐美選手みたいな例とは違って、はい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 、バイエルンに行くんじゃなくて、うん、バイエルンセカンドチームに行くっていうことが決まってるので。うん、ソフトランディングでね。そう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 。はい、だ育成の方式もなんかしっかり整った状態だから、うんうんうん、まあ、今までとは違う形だねっていうのもわかるので、いいですよね、これはね。うん。いやー、楽しいだね。これは、頑張っていただきたい、ね。もう、慣れていただきたいね。そうだね。めきめき伸びていただきたい先輩ですね。いいね。で、チャンスがあったら、ちょっと毎日、ナーゲルスマンさんの、なんすか、スリッパだけひっくり返して、小さなストレスをね。日本のためにね、小さなストレスを。やだー、ほんとに。大きいね。なるね。なんでだよ。与えてどうなんだよ。ね。与えてハンジフリックと揉めさすっていうね。なるほど、そういうこと。ドイツのユニフォームがね、うん、白と黒の面積が上がったの知ってます？あ、そうなんですか？アヤックスの赤いところが黒になったみたいな。ああ、そうなんだ。ね、そういうデザインで来ましたね、あれやっぱね。
あれを刷り込ましておくことによって日本のアウェイと間違えないようにということですからね。合うでしょうけどね。どうまあそうでしょうね。へえ。すごい犬が鳴いておりますけども。ちょっとすごいね。何が起こってるんでしょう、これ。犬と犬同士で、うん、多分ね、盛りがついてるのか分かんないですけど。うん、外でもうすでに日本対ドイツやってるってことではないですか、うん、始まってますね。あ、そしてね、今日9月29日、うん、東京、セミが鳴いてましたよ、さっき。最後の求愛を。ねえ。代表に滑り込みたい選手のごとく、うん、最終選考を待つ選手の心の声のごとくセミが鳴き続けておりましたけども。はぁ。ねえ。もう、そういえば秋ですね、まあさんね。全然変わってきちゃったけど。おい、下手くそキャッチャー、ほら。下手くそキャッチャーどころか今、サードに投げましたからね。かわいい、かわいいですね。ボール取らないでポケットから出すサードに投げてますからね。取る気もないんだから、ちょっとさ。そっからなんかちょっとあれですよ。なんでも転がしてくれたらこっちがダイビングで、その飛びざまでみたいなとこですよ、いや、もう単純に俺が取れなかっただけですから。なんにもねえなーって思いながら。気がしねえやーって。こっちが悪い、こっちが悪い。ひょっとしたらわかんないけど、遠くの、鉄パイプを切るチェーンソーの音かもわかんないですけどね、あれ。そんなに気がしねえよ。セミっぽかった、セミっぽかったんだよね。でも、おなじみのね、すごいくしゃみをするおじさんの声がね、もう4年ぐらい前から聞こえて、あーちゃーっつって。ねえ、ケン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 、ケン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 、ケン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 、ウィーンウィーンウィーン、あーちゃーいいなんすか今から途中でいい感じで重なった時のグルーブね、こういうとこ曲生まれたりするんでしょうね、もうね。そうですよ。いやー、チャン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 、いろんなものが入ってくるんだな。多分キツネダンスの曲作った人たちそういうとこ住んでたんじゃね、やかましいとこに。うん、ね、話聞いてみたいわ。でキツネって出て泣くんだっけって思ったんじゃないの。なるほどね。なんかわかんないけど、ね、なるほどね。わかんないよね、本当に。いやー、オケ屋がなんとかでね、それで東洋の地で流行ってミュージックステーション呼ばれるなんて思わないだろうね。思わないね。本当ですよね。そうだね。じゃなんかあれも終わりを迎えたとか、今シーズンなんか最後ラストダンスってニュースありましたね。あ、本当ですか。どういうこと？でも、向こうでもやるんじゃないかな。今シーズンが最後って意味だと思うんですけど、クライマックスシリーズっていうところに出れないので、日ハムは。ああ、そうか。で、ホームゲームが、主催試合が終わりってこと？だからだと思いますね。で、今年でやっぱり終わる。でもね、次、スタジアム、うん、が変わるんですよ。そうだよね、絶対やるよ、ね。そうか。そう、そっちで使うと思うんで。じゃあ、復活っていうね、それニュースにしたから、うまいなうまいなずっとやるんじゃないの？いやー、いけ、やってくんじゃない？一番良くないのはね、同じ人にね、違った感じの感じの曲依頼してね、なんかちょっと違うなってなるのが一番良い。ああ、一番なんか、ね、もう、眠った方がいいですよね、あれね。眠った方がいいね。うん、確かに。そうだわ。確かに、確かに。何の話で、何の話で。ありがとうございました。ありがとうございました。サッカー的には、うん、そうですね、皆さん、怪我をしないように来ていただきたい。そうだね。ね。代表組もね、それぞれのチームに戻ったってのが木曜でしたから、うんうんうん、まあ土曜日、日曜日、それぞれの試合もあるし、うん、あと、次のミッドウィークにはもうまたカップ制普通にあるんですって。なるほど、そっか。だからちょっとまた過密始まりますから。コンディションもね、ギリギリまで見たいでしょうけど、これちょっと発表してあげるとか、うん、ある程度ない内定みたいなのって伝えてるんですかね、全くないんですかね。いやー、なんかあるような気はしますけどね。なんかね、福田さんがね、サッカーダイジェストのやつで喋ってるの見たんですけど、すごい面白かったです。あ、今日その話したかったな。うん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 、面白かったっていうか、すごく現場に、これ森保さんのこと聞いてみなきゃ分かんないけどねって全部言いながら、まあ、連絡も取られてるみたいで、ね、なんかすごくリアリティのあふれる、お話してましたけど、森保さんだっけな、山根さんじゃない、福田さんだっけな、誰だっけな、いろいろ見てて分かんなくなっちゃうんですけど、キーパーは決めてあげた方がいいよねって誰かが言ったんですよね。もう。あ、そうなんだ。じゃないと無理して怪我しちゃうこともあるし、あー、キーパーに関して早く決めて、その人中心にもうやってあげた方がいいんだよっていうような、あとはそのベンチワーク含め、うんうん、あと監督のマネジメントの難しさとか、今回のメンバー選び、エクアドル戦、これ見てください、サッカー大事のやつ。簡単に言うと、この時間になってその話始めるのかいって話ですけども、まあいろんな事情があってっていうかね、まずみんな、小さい頃から一番エリートとしてね、育成されてきた小山の大将みたいな人を、立ちを代表選手というのはね、うん、まとめて26人のチームにする難しさみたいな、だから、うん、ね、
フォーメーションに矛盾があっても一回出したでしょっていうのも大事なんだと、コントロールとしてマネジメントとして、ね、それを戦術とかで語られちゃうと辛い部分もあると。でこの試合をどう使うかに関して、それもね、森保、森保って言っちゃうんだけどね、俺ね、ちょっと上だからね、森保監督聞いてみなきゃ分かんないんだけど、やっぱそういうマネジメントもあるんじゃないかなっていうのを言ってましたよ。勉強になるね。そして代表引退するって言った人以外は全部使ってるんですってね、森保体制になってから、ロシアのメンバーも。だから、感覚で外したりはしてないと。その双方この試合は見たよというのをしっかり残しているのが森保監督であると。人だな。ねえ。っていう、なんかいろんな丁寧にやられてきてるところがすごいあるんじゃないかって。それをね、やっぱり、南のトップ下ってなんだよとかね。なんかっていう意見もあるじゃないですか。もうあんま言うと怒られちゃうからですけど。いろいろ。だから、人として23人、ね、異端分子が出ないように、しかも全エリートのね、ベンチ座ったことないんだからみんな、つって。しかも海外に行って、ベンチを受け入れつつある人はいっぱいいるけど、やっぱ日本人の中に戻ってきてベンチに座んのかよっていうのは全員受け入れられないと、人種的に。そういうエリートなんだと、代表選手は。当たり前かもしれないけど、まあそうだなと思って。すごいな、聞いてましたけどね。はぁ。いろいろ見ましたけど、なんかその、福田さんのやつが私は結構、ああって聞きましたけどね。見てみよう。古い人間なんてね、ちょっと、それは見ちゃいましたけどね。勉強になるわ。見よ、見ます。そうですね。はい。なるほど、ね。ということでございました。はい。また明日お会いしましょう。マリーでどうも。のーみさとでした。ライブやっちゃう。グッズやっちゃう。どうもでした。あ、出した。またでーす。